どうも林です。ポケモンやらファイアーエムブレムやら任天堂の誘惑にハマってて投稿が遅くなってしまいました。すいません。なんか前回も似たようなこと言ってた気がするな。今倉プラス始めていきましょう。さあ今回も家を作っていきます。前回は現代的なこうデザイナーズハウスっぽい住居の外装を作りましたんで、今回はその内装を作っていきましょう。基本的に特別なブロックは使わない予定なんですが、せっかくなんでバージョン 1.16 で追加された新要素をちょっと取り入れてみましょうかね。ということで地上世界から移動してネザーにやってきました。バージョン 1.16 で追加された要素は基本的にこのネザーという世界に関するものなんで、今後も何度かここにやってくることになると思います。ネザーにもポツポツ建物は作ってまして、もうちょっとしたらまたネザー建築も動画でやっていきたいですね。別にバージョン 1.16 以降に生成されたマップならどこでもいいんですが、なんとなくパート1で見つけた歪んだ森までやってきました。今回用があるのはネザーの地中です。まずは最下層、これ以上掘れないよっていうところまで下に掘り進めます。 1.16 のバージョンアップって結構前で、もう1年近く前になるんですかね。去年はちょっと城作るのに忙しかったんで、ほとんど新要素に触れることができなかったんで、まあ今更感はあるんですが、まあね、この動画でもバージョン 1.16 要素をなるべく取り入れていきたいですね。あ、ブラックストーンだ。これも 1.16 で追加された。見つけてもうたな。ちょっとブラックストーンは置いといて、こちら古代の残骸です。ちょっと一番下まで掘り進めようって話だったのに道中で見つけちゃった。今回これが欲しかったんですよね。ブラックストーンも掘っちゃいましょう。これ次回使おうかなと思ってるんで探索の手間が省けました。おお、早くも今回のお目当てのブロックを見つけましたが、最低4個欲しいんであと1個必要ですね。引き続き下に掘っていきましょう。この岩盤ブロックはサバイバルモードでは破壊できないので、この辺りが最下層ですね。で、一番上の岩盤の高さを基準にして10マス程度登ると、まあ多少ずれても大丈夫なんですが、はい、この高さ、この高さの地中にお目当てのブロックが埋まってる確率が高いので、今度はここを横に掘り進めます。ブラックストーン意外と普通に埋まってるんだな。あの玄武岩の三角巣っていう新しい地形に生成されるブロックで、そこにしかないと思ってたら割とその辺で取れるんですね。うい、やったー。あの古代の残骸は今後ちょいちょい使うことになると思うんで、掘りやすいよう近いうち採掘場として整備しておこうかなとは思ってるんですが、まあ、今回は4つだけあれば足りるんで適当に掘りました。じゃあ取るもん取ったんで戻りましょうか。はい、地上に戻ってきました。古代の残骸を加工していきます。まずかまどで精錬するとネザライトのかけらというアイテムになります。これを金と一緒に固めるとネザライトインゴットになります。なんかゲームに出てきそうな名前ですね。ゲームだわこれ。石レンガのハーフブロックからクラフトした模様入り石レンガをこのネザライトインゴットと組み合わせると、はい、ロードストーンというブロックが出来上がりました。今回のお目当てのブロックですね。ロードストーンはコンパスと合わせて使います。基本コンパスの針は初期スポーン地点を指しますが、ロードストーンに向かってコンパスを使うと針がそのロードストーンに向くようになります。遠出するときなんかにあらかじめ使っとくと帰るとき迷子にならずに済むという目印になるブロックですね。普通に役に立つブロックなんですが、今回はこの機能は使わずに単に装飾ブロックとして利用します。じゃあ準備できたんで内装の制作に入りましょう。さあということで内装制作です。準備で思ったより尺使っちゃったんでサクサク作っていきましょう。まずは構造部分を決めてしまいます。前回ざっくりと間取りを決めましたが、はい、大きくは変わりませんがちょっと変更しました。トイレとか風呂の位置とかを微調整してまして、それに伴って窓の位置とかも変更してます。でここから、はい、1階の床を敷きました。床材についてはそれぞれの部屋を作るときにまたお話ししましょう。そして間取りに従ってコンクリートを積み上げて1階の壁を作りました。一部に蓋をして2階の床を作りました。
リビングにあたる部分は吹き抜けにしたいと思ってるので、そこだけ2階の床は作ってないですね。2階も壁を作らずに1階を見下ろせる感じにしましょう。2階に上がる階段を作ります。とりあえず壁に合わせて真っ白な滑らかなネザークォーツの階段を使ってますが、後から気が変わったら変更するかもしれません。2階はこのままだと転落不可避なんで、ヘリのところに柵やら柱やら追加します。こんな感じ。なんだかんだで小さい家なんで、割と間取りがカツカツなんですが、吹き抜けがあるだけで開放感が出ますね。じゃあだいたい構造部分は出来上がったんで、物を置いていきましょうか。さて最初は玄関エリアから。土間は安山岩敷いてまして、廊下は砂岩の床です。最初は木材使ってフローリングっぽくしようかなと思ってたんですけどね、ちょっとイメージと違ったんで砂岩にしました。なんか今回は全体的にツルツルさせたい。まずはカーペットの下に光源を仕込んで明るさ確保。土間に樽を使って靴箱を表現して、上面の樽感が気になるんで適当に物を置いて、上の方にも樽を作りましょうか。こういうとこにしまってるものって大体置いてあるの忘れちゃって新しいの買ってきちゃうんですよね。ここ微妙に空いてるんで観葉植物置いときましょう。絵画を飾って、はい、玄関完成。さっきも言いましたが、今回スペースカツカツなんでそんな凝ったもんは置けませんが、まあ玄関らしさは出せたんじゃないかなと。ドア作って、よし、小さい部屋を先に作ってしまいましょう。今度はこちらの洗面所ですね。こことトイレは壁と同じコンクリートを床材に使ってます。まずは明るさ確保。確かベッドロック版ではハーフブロックの下に光源埋めても光が透過するんですよね。 Java 版ではちゃんと隙間がないといけないリアル仕様なんで、湧き潰しの難易度はベッドロック版より高めです。まあどうやって光源隠すかって工夫するのが楽しいので、個人的に不満はないんですけどね。トリップワイヤーフックを蛇口に見立てて、鉄のトラップドアを額縁に飾ってハンドルっぽく、コップ的なやつを置いて、旗を使ってタオルを表現します。そしてパート2でも登場した鏡、枠白色の方が今風かな。ああ。で、この鏡の両サイドにライトを配置します。はい、ボタンをライトに見立てました。シンプルだけどこれが一番周りの邪魔はしないかなと。明るさの確保はできてるんで、ライトとは言うものの光源を使う必要はないんですよね。これで洗面台完成です。さて洗面所の一角にロードストーンと鉄のトラップドアを置いて、はい、ドラム型洗濯機なんつってね、おめえこれだけのためにネザー掘ってきたのかということで、最後に通気口と棚を作って洗面所は完成です。ではでは続いてトイレも作っていきましょう。はい、滑らかなクォーツを使って形を出して、蛇口、ハンドル、蓋を鉄のトラップドアにするとボタンで開くようになりますが、自分は鉄の感圧板を使った方が見た目それっぽくて好きなんでこっちにします。おい、便器完成。額縁は一部のブロックと重ねることができるんで、旗を飾った額縁に石のボタンを重ねてトイレットペーパーを表現します。そして例によって光源隠しのマットを敷いて、上に予備の紙とかを置く棚を作って、トイレ完成です。お次は風呂場を作ります。そういえばこれも 1.16 要素だったんで紹介しておきましょう。床はクォーツを固めて作るクォーツレンガというブロックです。タイルっぽくて風呂場の床にはちょうどいいかなと思って採用しました。滑らかなクォーツの階段をぐるっと囲むように設置して、水源を重ねて湯船を表現します。湯船の下に焚き火を設置すると、焚き火の煙は1ブロック程度だったら一部すり抜けて上がってくるので湯気っぽく見せられますね。こういうお湯が冷めないようにするカバー、実家とかにありますよね。これを松のトラップドアで表現してみましたが、今回はちょっとマッチしないかな。家族で住んでるって感じでもないんで必要ないでしょう。ブロックを押し込めるピストンを使うと、防具立てはブロックにめり込ませることができまして、これを利用してヘルメットだけ床から生えてる感じにします。こうするとどうでしょうか、腰掛けに見えませんかね。見えてください。で、蛇口、桶、シャワー、額縁にガラス飾って鏡、
シャンプーやら何やら置いてる棚、給湯器のリモコン、換気扇と設置しました。最後に排水口に光源を仕込めば風呂場も完成ですね。ということで玄関から洗面所、トイレ、風呂場と小さめの部屋を作ってしまいました。こういう狭いところほど表現が難しかったりするんですよね。何か参考になる作り方があったなら幸いです。さて残すはリビングと2階という大きめのスペースですね。作っていきましょう。キッチンを作ります。とはいってもパート2で作ったキッチンとか、さっきの洗面所と作り方が被るところも多いのでざっと流します。レンジフード、戸棚で、ここにはクォーツと旗を使って冷蔵庫を表現します。開くことはできませんけどね、旗便利。リビングとの仕切りがてらカウンター的なものを作りましょう。本格的なカウンターキッチンを作ろうとするともっと広いスペースが必要なんで、それはまたの機会に。あの内装のチュートリアル動画的なやつ参考にして作ってみようと思ったら、あれ思ったよりでけえなこれみたいなことありますよね。せっかくゲットしたんでブラックストーンを加工して椅子にしました。ブラックストーンは非常に多くの加工ができて、こういうちゃんと黒くてハーフや階段のあるブロックってこれまでなかったんで、今後大活躍の予感です。階段下をくり抜いてパントリー的なものを作りました。なんとなくこういうスペース利用したくなっちゃう。あのキッチンの物置的なやつですね。例によって樽とか看板とか使ってそれっぽくしてます。ということでキッチン周りはこれで完成でいいかな。お次はリビングに物を置いていきましょう。ほい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 。滑らかな赤砂岩でソファー。階段ブロックの下に光源と旗を仕込むと手軽にクッションっぽい感じになりますね。光源を仕込まないと肌が黒くなっちゃうんで注意。テーブルはガラス製にしましょうかね。下になんか敷いた方がそれっぽいかな。 OK、 いいでしょう。あの階段への動線を遮りたくなかったんでそんな大きくは作りませんでした。で階段の近くには、はい、ウォーターサーバー、ちょっとでかいかもしれませんが、あとは空いたスペースに観葉植物と上着でも飾っときましょうか。こいつらはちょっとしたスペースを埋めるのに重宝しますね。仕上げに天井から照明を吊るしましょう。ということでキッチンからリビング周り完成しました。最初はカウンターは作る予定ではなかったんで急遽追加した結果レイアウトに苦労しましたが、まあそれらしくはできたんじゃないかなと。カウンターなくしてソファー周りを大きくするのもありだと思います。これで1階は完成したので2階の部屋を作っていきたいんですが、その前にこの階段から廊下周りの壁際、ここがちょっとのっぺりしてるんでいじりましょう。はい、こちらの壁、スリット型の窓を追加しました。壁の情報量を上げるというのと、あと天井周りは暗くなりがちなんで日光を取り入れたかったって感じですね。で、廊下周りなんですが、ここは床面の明るさ確保もやっていかないといけないので、この辺に光源を仕込みたい。ということで窓を潰して絵画の裏に光源を隠すことにしました。天井からランタン吊るせばいいかなとも思ったんですが、試したらなんか違ったんで隠す方向で、埋め込んだ光源が外から見えないよう室外機の位置を調整して隠しました。あとは窓を追加したり埋めたりもしたんで外観が多少変わってますね。まあ見えにくいところなんで影響は少ないでしょう。よーし、あとはこのスペースだけですね。まずはそうだな、あの壁が中途半端なんで整えましょう。コンクリートで埋めて平らにします。ここさ、せっかく壁が2ブロック分あるんだから、それを生かしてこんな感じで削ってここに物を置いてみると良さそうじゃないですか。カーペットを重ねて棚っぽい感じにしてみましたが、まあシンプルだけど雰囲気には合ってそう。こっちは本棚を埋め込んでみる。でこのままだとちょっと変なので奥行きをつけてみましょう。うんうん、良さそうですね。じゃあここの下にデスクを設置しましょうか。今回はモノトーンを基調に作ってみております。ところどころ色は差してますけどね。はい、デスク、パソコンを作りましょう。まず絵画でディスプレイで、キーボード、マウス、本体とこんな感じです。あとコップとゴミ箱も置いてデスク周りは出来上がりです。この辺もスペース考えてこれぐらいにしときましたが、いろんな作り方があるんで今後お見せできればなといったところです。次はこの辺にベッドを作りましょう。ちょっと広めのサイズにして2人暮らしなんですかね。
ベッド置いただけだと格好がつかないんで、適当に周りに物を置いてそれっぽくしましょう。はい、こんな感じです。床には1階から見えないような位置に光源を仕込んで、はい、例によってカーペットで隠します。やはりモノトーン調ですが、3色使って模様をつけてますね。これで明るさの確保は十分なんですが、それはそれとして天井にもライトあった方がいいかなと思うんで、それっぽいものを設置しました。最後にこの辺のスペースが空いてるのが気になるんで、なんか物を置いて仕上げましょうか。とはいえ大した物を置くスペースはないので、足場を使ってキャットタワー的なものを作りました。まあ猫飼ったことないのでどこに設置するものなのかはよう分かってませんが、まあいいでしょう。これで2階も作り終わって内装完成ですね。できたはい、現代的な住宅、内装も含め全部完成しました。玄関やら風呂場やらリビングやらと、今回割といろいろな種類の部屋を作りましたね。意識的に小スペースで作れるデザインのものを揃えたので、小回り聞いて使いやすいんじゃないかと思います。何か役立つアイデアが見つかったなら幸いです。さて、洋風現代風ときて、次回は和風な家を作ろうと思います。また建築様式が違うとそれっぽく見せるための文法も変わってくるので、その辺の違いをお話ししながらそれっぽいものを作っていければと思っております。ということで次回もどうぞよしなにご視聴ありがとうございました。